このスタジオにこのレズリースピーカーっていうのがあって、はい、はい、どうも始まりました。今回はですね、なんと山岸龍之介くんゲストです。よろしくお願いします。初めてですね。ほんまやね、念願の龍之介くんといえば、まあ、僕的には、さんまさんの番組で、熱血ギター少年っていうコーナーがあって、そこでね、あの時5歳よね。そうです、もう18年前ですからね。僕記憶ほぼないですよね。そう、めっちゃ見てたよ龍之介くんのことを。僕は、その龍之介くんが今や、素敵なギタリストさんになられて、ありがとうございます。今日は一緒に、あのプロデューサーの島田さんのお家に行くということで、嬉しいですね。めっちゃヴィンテージギターなんよ、もう僕の大好物ですからね、ヴィンテージギターね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、じゃーん、地下室ですね。やってまいりました。はい、緊張しますね、僕本当に初めましてなんで。そうやね、はい、じゃあちょっと押しますね。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はじめまして。龍之介くん変わります。はじめまして、山岸龍之介です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。うわ、嬉しい。よろしくお願いします。うわ、すごっ。わーすげー、圧巻。ね。男の夢を詰め込んだような。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。そして今日はですね、あの隣のブースでちょっと撮影させていただくということで、ちょっとブースも行ってみてもよろしいでしょうか。おー、やっぱあの夢のような、音楽家にとってはもう夢の場所ですね。かっこいい。じゃあ今日はこちらで撮影よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで着席いたしました。本当にね、もうすごいですね。ねえ、改めて紹介させていただきます。プロデューサーの島田正則さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。島田さん、ヴィンテージギター、これ何本ぐらいざっくりあるんですか。何本ぐらい、え、20本ぐらい。20本ぐらい。ギターはね、ギターはベースにまだベースもあるし、シンセとかね、エフェクターとか、ね、あのもちろんあのキーボーディストさんなので、ね、そうです、ね、それもねたくさんお持ちですけれども、今日はちょっとギターということで、その中で、まあ、ヴィンテージギターをこういくつか弾かせていただくんですけれども、ヴィンテージギターの、まあ、サウンドと魅力をちょっと皆さんにお届けしたいなと思ってまして、ね、じゃあやっていくんですけれども、どれから行こうっていう感じなんですけど、ねえ、本当にね、つながってるやつから行ってみます。つながってるやつから行ってみましょうか、これはででん、お借りします。どう、これギブソンの SG なんですけど、これはレスポールですよね。レスポールって書いてますよね。はい、これどういうことかっていうと、レスポールというギターが60年で一度製造を中止というか中断してて、でその後レスポールさんっていう人物名がギターになってるんですけど、それを後継機みたいな形で発表されたのが、このいわゆる SG と言われる形のレスポールなんですよね。だからヘッドにね、このレスポールって書いてるんですけど、62年か3年から SG という名前になったというね。なるほど。もうこれは SG 兼レスポールのもう夢のようなギターですね。まずじゃあちょっと普通に弾いてみますね。としてますね。今日ちなみにこれアンプは、これマーシャルですね。はい、これは最近のやつですけど、マーシャルサウンドで、今のは一応エフェクターはねここに繋がってるんですけど、何も踏んでない状態でした。 SG といえば、僕のイメージなんですけど、あのエリック・クラプトンギタリスト、エリック・クラプトンね、最近も来日してましたけど、のクリームと呼ばれるその初期に組んでたバンドのイメージが強くてですね、ちょっとベムラムを踏んで弾いてみましょうかね。わあ、すごい、えぐい。そのものやね。クリームやね。そのままです ね、もう本当に憧れというかね、いわゆるロックの始まりのギターって感じがしますね。このハムバッカーのこのバーンってこう突き抜けるサウンドの
本当に初期の僕の憧れの音ですね、うん、これピックアップもちょっと変えてみると、うん、今フロントやったのちょっとじゃあミックスでいきましょう、はい、ちょっとこのオーバードライブを踏んでみますね、うんイエーイ、本当に人の人生を変えてしまうぐらいいい音してますね。めちゃくちゃ大好きな音です、本当に、ね、はい。これちょっと空間系もせっかくなんでちょろっとかけてみると、これを、あ、じゃあテープエコー、これこのテープエコー何年ぐらいの、エコープレックス2っていうやつですね、はい、この60年代の、いやだからもうこれやばいよね、じゃあ行きましょう、はい、オーバードライブとかなしでテープエコーだけでいきますね、うん、これは、ね、はい、もう過去よね、ここね、過去ですね、今ちょっと時代戻りましたね、数十年ね、なんかやっぱりディレイってこう音がこうリピートされてるだけなんですけど、テープエコーってその音がすごいこう形として残ってる感じがありますね、音がリピートされてるっていうより、それこそこうちょっとなんていうんですかね、減衰していく感じというか、チューニングが変わっていくじゃないですか、ね、減衰の揺れてるもんね、揺れてる、それがすごいこうより心をわしづかみにされるっていうか、うん、ね、もうそのシミュレーターでは得れないような、シミュレーターよりも確かに一個一個の塊がすごく感じるし、ね、もう本当に耳に残るサウンドのイメージがこれは嬉しいこの企画楽しいぞこれ、じゃあちょっと次行きたいところなんですが、はいはい、あまりに環境が良すぎて、はい、多分皆さんがどこまでがヴィンテージのあれで、ね、はい、動画か分かんないので、はい、今日ちょっと僕ですね、はい、こちらにあるんですが、はい、こちらパシフィバシフィカをお持ちしたんですよ。いや、これも素晴らしいギターなんですよ、はい、僕初めてでも触るかもしれないです、はい、バシフィカ、はい、うん、皆さんがよく聴いたことあるギターで、うん、同じ環境でちょっと弾いてみるっていうのをやってみていいですか、うんうん、はい、エフェクターなしでいきますね、うん、いいね、いい音してますね、うん、でもやっぱ違いますね、はい、だからこれを標準、うん、こういう音なんだみたいな感じで、はい、今 P90 で、はい、ちょっとシングルにタップするとどうなりますかね、リアこうですかね、うん、なるほどね、なるほどなるほど、多分ヴィンテージとその違うところって僕本当に思うんですけど、うん、DTM やる方とかだったら、うん、こう EQ いわゆるイコライザーのグラフで見たりとかすると思うんですけど、うん、10キロ、うん、いわゆる 10K からの、うん、そのより上ね、上が、うん、その聴感上あんま聞こえるかなみたいな部分が、はい、ヴィンテージギターはすごくこう多いんですけど、はい、いや倍音が豊かというそうなんですよ、はい、現行のギターっていうのはそこがちょっと少ない分、うんうんうん、逆に打ち込みの音楽とかにこう馴染みが良かったりとかするイメージはすごくありますね、僕は両方弾くんで、うん、バシフィカは初めて弾きましたけど、うん、ヴィンテージの方がいわゆる攻撃性が高い感じがしますね、じゃあ次のギター行きましょう、はい、どれ行くどれ行くどれ行く、何も決めてないんですよ今日、そうなんですよ、うん、どれがこれ行く、うわー行きましょう、はい、出ました、もう小声になってしまいましたけれどもね、島田さんこちらはこれ71年のレスポールカスタム、はい、うん、憧れのロックギターですね、うん、ハードロックとか弾く人がやっぱイメージが強いですよね、うん、ちょっと弾いてみますか、うんうん、勝った、勝ちましたね、ね、はい、レスポールってやっぱりハンバッカーなんで太いイメージがあると思いますけども、ね、うん、やっぱり立ち上がりのちょっとパキッと感みたいなところは、うん、やっぱそのヴィンテージギターに、うん、僕ちょっと後で弾いてもらいたいんですけど、僕も65年の SG を、うんうん、
持ってるんですけど、うん、やっぱそのハムバッカーってすごくこう現代のイメージで言うと、うん、ゾンゾンザクザクしてるイメージがあると思うんですよ、うん、すごく歪ませてるとか、うん、でもやっぱヴィンテージとかのハムバッカー、うん、僕のイメージの中ではすごい繊細な、いわゆるこうハイの音とか、うん、プレゼンスの超ハイな部分がすごくこう繊細に出てくれるサウンドやなと思ってて、だからいい意味でシングルコイルとそんなにこう大差がすごくあるわけではない気がしてるんですよ。めっちゃわかる、はい、だから、まあ、シングルがパワーあるし、うん、ハムもパワーあるんですけど、なんかこうゾンゾンザクザクっていうより、うん、すごいこう繊細に表現してくれる、うん、すごいピッキングのタッチ、あ、そう、はい、そう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 、まさに、うん、そんなイメージがあります。ちょっともうちょっと音をビームラも踏んでみますね、うん、わだからリズムギターも全然かっこよくていい ね、 ね、本当ですね。ああ違うね、違いますね、上のところがね、うん、超ハイがパーンとこう突き抜けてくれる感じがありますね、かっこいい。フロントとかも甘くいけるけど、あ、あのクリーンとかね、ちょっとボリューム下げとか、ジャジーに弾いてみますか、うん、素晴らしい、めっちゃいいですね。いやー惚れちゃう。続いてはこちら。こちらは何年のテレキャスですか。68年ですね。68年、うん、どう思った感じとかどう。これ今ねチューニング合わせてる時に持つじゃないですか、うん、はいはい、もうね友達です。どういうこと。もうネックはやっぱりこう僕フェンダー系のねギターを持つことが今までやっぱ人生の中でも多かったので、持った瞬間にもう、うん、吸い付きっていうんですけど、ね、ちょっと持たせてもらっていい。あーこんな持ってたんや、いいな今日もう人生最高の日ですね。これなんて言ったらいいんやろう。でもやっぱ細めというか、うん、いわゆる60年代後期のストラトキャスターとか、うん、僕結構何本も弾いたことがあるんですけど、うんうん、結構ねネックが50年代はすごくこうね、太い、あの太いというか丸い感じがするんですけど、うんうんうん、なんかこれは割とこう四角くてこう平べったいというか、はい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 、よりこう早弾きとかが流行りだした時代だと思うんで、よりこうロックのハードロックができるようなネックの細さになってますね。曲できちゃうやつだこれ、ね、もうストーンズ弾いてしまいましたね。あのさ、はい、メイプルなのになんかメイプルのこうすごく張りがありすぎるところまでいかず、うん、大人な、うん、メイプルな感じ。やっぱテレキャスといえば、うん、ちょっといいですか、はい、センターミックスポジションにして、はい、ちょっとトーンとボリュームを絞って、はい、カッティングをするとねゴスペルのあのサウンドになるんですよ、うん、もうね素晴らしいあーしか言えない、はい、もうちょっとやっぱトーンがこうフェイズしてるというか、うん、ピックアップがこう俺の方が出たいみたいな、こうフロントとリアがこう競い合ってるすごい表現するなフェイズサウンドが僕は大好きで、うん、やっぱりこうフルにしてしまうと、うん、それがこう両方マックスで出てる状態なんですけど、うん、5とかにするとこう競い合ってる感じが大好きで、うん、もうかっこいい音してますね本当に。なるほど。じゃあちょっとオーバードライブプリアンプの方でリアで弾いてみます、はい、うわすごいすごいねすごいですね。でこのちょっと僕最後ギャーンって言ったよギタートレモロいいですか。いいよトレモロフロントで、うん、うわ手元のタッチ全部出るね。ね、
でもやっぱ、うん、そのさっきもその70年代のレスポールで、はいはいはい、その SG ね、うん、聞かせていただいて、うん、ハムハムでシングルなわけじゃないですか、うん、あ確かに。でもやっぱり音楽としての方向性はこう似てるというか、うんうん、なんか全然違和感ないね、うん、なんかこうハムもやっぱり同じような吠え方してたし、うん、シングルももちろん同じような吠え方してたんで、うんうん、もうこの動画を見る頃には皆さん多分ハムもシングルの概念も変わってると思いますね。ありがとうございます、うん、もう嬉しい聞かせていただいてこんな。じゃあちょっと今エコープレックスの設定をちょっとディレイタイムを短くしたので、うん、はい、テレキャス、うん、ショートディレイときたらもうカントリーでしょということで、いいですか。いやもうお金ないか、ね、もうねここ72時間ぐらい痛いです。ちょっとごめん今のもう一回聞きたい。なんかそういうのロックンロールやってます、うんうんうん、61年、はい、ジャズマスですね。よし、心して、はい、では行きます、はい。おー、うわー、パキパキしてるね。どうさく、あのジャズマスター、うん、結構3年ぐらいメインで使ってきたんですけど、うん、やっぱり、うん、大好きな音なんですよ、うん、僕ジャズマスターの、うん、でもちろんやっぱこの自分のね、うん、弾いてるジャズマスターよりも、うん、そのネックを僕削ってるんで、はいはいはい、ちょっとどうしても音がこうなんていうんですかね、弦高がよりペタペタなサウンドなんですけど、はい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 、ジャズマスターの思い描く音ってこれですわ、うん、ああそう、はい、オルタナティブロックとかを弾きたくなるサウンドですよね。行きましょう行きましょう、ね、ちょっとそれこそファズ引っ掛けてみます。うんうんうん、うわあ、いきます。うん。うわあ、すごい。もう一撃必殺みたいな感じで。ねえ、もう今光線出てましたよね。出た出た出た。でもこのファズはちなみに何ですか？これマエストロの。まず、うんうん、これもかなり古いやつね、うん、足でこう足で、うん、あのぐるぐるここをボリュームとドライブを操作できる、うんね、もう相性バッチリです ねこれ、まあ、ショートディレイをかけて、うん、ベンチャーズとかみたいな、うん、いわゆるサーフミュージックを弾くと、うんうんうん、ちょっとすごい雰囲気が出るっていうのを、ね、見てちょっとやってみますね、うん、リアで、ちょっと今までね、あのメインカメラに島田さん入ってなかったと思うんですけど、はい、いや島田さんは僕はいいよいいよっておっしゃって、実はあのサブカメラしか映ってなかったんですけど、はいはい、もう入ってくださいということで、今ちょっともう呼んで、もうだって島田さん、せっかくね、あのこんなスタジオにねお邪魔させていただいて、絶対コメント欄でなんで島田さんメインのコメント、はい、映ってないんだって、ね、絶対もう島田さん、ね、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。客みたいよ今日は。いやありがとうございます。本当に楽しい。じゃあ次どのギターを行くかというと、僕と龍之介くんもギター持ってきたよね。そうなんですよ、一人一本マイギターをね。あのじゃあ僕はこちらのストラトを、じゃあそれ行ってみますか、持ってきて、そうじゃあ次これ行こうか。で龍之介くんはありがとうございます SG 持ってきてくださったんですよ、ね、じゃあストラト行くか、行きましょうか、はい、はい、こちら54年のストラトなんで、はい、ストラトキャスターが世に生まれた初年度ですね。すごい。いや、これを龍之介くんに弾いていただける日が来るとは。ちょっといいですか。ぜひお願いします。
ありがとうございます。これ見てる方はね、もうぜひやっぱイヤホンとかね、うん、ヘッドホンで聞いてほしいですけど、うんうん、すっごい倍音ですね。すっごい倍音ね。はい。ここですね。ちょっと歪み踏んでみますね。はい、じゃあディレイつながりました。これはちょっと緊張の一瞬ですね。ちょっとタイムというかリピートのあれを遅くしていただきました。はい、もうねマジで下手なコメントできないけど、なんて言ったらいいのこれ。うん、本当にこうなんかこう自分の生きてる世界とは別の場所に音がある感じがしますね。いや、うん、本当ギター楽しいなと思って、うん、改めてこれをきっかけになんかこうヴィンテージギターというかね、うんうんうん、このギターの歴史に掘ってくださる方がいてると思いますね、うんうんうん、この動画は、うんうん、はい。はい、では龍之介くんギター。はい、昨日ももうこれでレコーディングしてたんで、ちょっと聞き慣れてるというか、うんうんうん、これは去年買いまして、うん、65年の SG になりますね、はい、弾きやすそう。弾きやすいです。で僕09の42のエリクサーのゲージで、うん、その弦高もちょっと低めにしてるんで、うん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 、割とパキンっていうよりかはリードギターに使いやすいセッティングになってますね。なるほど、はい、オーバードライブかな。お、行ってみよう。じゃあミックスで行ってみますね、うんうん、あのね、すごい龍之介くんの音する。一番する。ほんまですか。龍之介って音がする、はい、うわーかっこいい、ね、やっぱアナログディレイが何が出てくるかわかんないもんね。そうですね、うん、こう弾いてみてどうでしたか龍之介くん。どれが一番印象に残った。あ、じゃあこれせーので言おう。せーので言おう。リムさん、そう、はい、島田さんも行くぞ、はい、せーの。これあ、全員あ、え、テレですけど、僕テレです。僕もうわテレです。完全にみんな一緒やったね。島田さんはなぜ。あのこれ結構メインで弾いてたりしてねんけど、はいはい、まあ、僕はアレンジ上のだけなんだけど、はいはいはい、今日なんか新しい魅力が引き出してもらってて、すごくめちゃめちゃかっこよかったですよね。カントリーもすごかったし、いやプレイも、ありがとうございます。龍之介くんはなぜ。やっぱりセンターポジションにした時に、うん、カッティングをした時のあのゴスペルのね、カッティングの音っていうのとか、そのディアにした時にロックンロールができたりとかっていうのが、うん、すごい表現の幅も広いけど、うん、やっぱりど真ん中にあるロックンロールサウンドっていうのが、うん、これはすごくあったので、僕は大好きでした。じゃあ最後にそのテレをもう一回浴びて、はいはい、動画終了しようと思うんで、そんな贅沢ないいですか。いいですか。じゃあ行きましょう、はい。Thank you.
イエーイイエーイ実はですね、このスタジオにこのレズリスピーカーっていうのがあって、はい、試しに一回通してみて聞いてみたいんですけどね。ギターにですか？ギターに本当はオルガンをね、はいはい、通すんですけど、え、ギターを通すとどんな感じになるか。すごいな今日。初めましてですね。さすがに。そうね。はい。まさかの展開でつながってしまう。そしてギターもこちらは、これ66年のカジノですね。エピフォンカジノ。もう本当にビートルズのね、うん、あの年代のあのままってことですね。うん、カジノに、うん、さっき言ってくださったレズリースピーカーがつながって。はい。いきます、うん、初めて聞きます。ちなみに、うん、この揺れ気持ちいい。これあの今何が起きてるかっていうと、はい、なんかエフェクターで揺らしてるとかではなくて、うん、あの中でスピーカーっていうか保温がこうくる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 回転することによって、うん、コーラス効果とかね、コーラスの効果が生み出されるのをマイクで今拾っているという、うん、ギターアンプは使ってなくて、うん、そのスピーカーから鳴ってる音を直接拾ってるってことですね、うん、でこれは踏むとファーストになるんですか？スローファーストの切り替えで、はい、ファーストになります。じゃあちょっといやお願いします。僕ねオルガンの奏法で一番好きな瞬間があるんですけど、うん、スローの状態で回ってるものをファストにするこの回転が速くなる瞬間と、うんうん、ファストからスローに戻る急いで戻しに行く瞬間が好きなんです、うん、あのこれ物理的にこうだんだん回転が遅くなるからパッて切り替わらないですよね。そうなんですよ、シミュレーションではできない。切り替わる思ったより早かった。あの、この個体差があって、はいはいはい、すごいゆっくりのあるし、これは結構早い、はい、早い方ですよね、うんうん、これ島田さんなんかどういう曲でこの使われたのかっていうのと、これはね、もちろんそのビートルズの、はい、ビートルズレッド・イット・ビーだったりとか、はい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 、サムシングとかね、あジョージ・ハリスも弾いてる。お、そうですよね、うん、この動画めっちゃ貴重やと思うわ。いや本当に、ね、自分でのチャンネルで申し訳ないですけど、はいはい、ほんまにこれちなみにそのプロデュースとかアレンジされる時も結構こうやってコーラスサウンド作ったりするんですか？使う、ギターで使ったり、うん、結構してる。はい、というわけでもうお腹がいっぱいを、もうなんか3日ぐらい何も食べなくてもいけるぐらいいっぱいになりましたけど、ね、はい、島さんどうでしたか？いや、あのなんか今までヴィンテージ機とあの僕も使ってたけど、はい、今日ね、龍之介くんが弾いてもらってまた新しいなんかヴィンテージギターの世界を聞こうとできたんで、ありがとうございます。最高でした。嬉しい。本日はスペシャルゲスト島田雅紀さん、そして山岸龍之介くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録などお待ちしてますので、高評価もうよかったらもう皆さんマジでもうこれ絶対するでしょ。僕やったらもうめっちゃしまくりますよ。、はい、よろしくお願いします。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。